どうもボボビビーーーアトレザーのボビーですえー、今日はですね、えー、11月の29日肉の日ですかね <laughs> それでは、えー、<laughs> オープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレーザーのボビーです。ね、え今日で八十九回目ですよ。ね、さああのボビー・アトレーザーの大阪のですね、ボビー・アトレーザーのアトリエからですね、大阪のアトリエからお届けしております。ね、あの今日はもうね十一月二十日ということですね。もう来週は十二月ですよね。多分ね、<laughs> あそうやね。あのカあのカレンダーが今ちょっとちゃうところにあるんでね。うん。 もう本当に、えー、なんかこうせわしないというかね気せわしい季節にねだんだんなってきますから、ねでまああのでね今日もちょ,ちょっとだけね出てきたんですけどもた寒いとか上着ねもう革ジャンだけちょっとおちょっと寒いかなまあ電車乗ったりとかそんなにやったらまだええんやけどねちょっとあのこの界隈をですね えー、ウろうろするにはねちょっと寒かったかなって感じでねもう冬があ目の前やなあねあこの間まで秋冬やなって言われたんがほんまに冬冬にねなりましたね本当にあにくれぐれもですねこの寒暖の差がちゅうかまあ部屋から部屋の移動とかねぷるっときますんでね、えー、本当とに、えーね、体調にだけはあの、ね、気をつけていきましょうね。特にこのお、ね、2020年 ね、2020年はですね本当にあにいろんなことがあ,ありましたからねもううかうかあ風もひいてられへ <laughs>、ねまあ、僕はもう12月は、ね、いつもいろいろお毎年もう何年も前から大体12月の末かあ年明けにバタッと、あのー、こくカクンといあの気が抜けちゃうんでですね、えー、まあこと 今年はですね、12月はまあ早寝早起きね、ゆっくり睡眠を取ったりとかして、まああのなんかこういつも臨戦態勢というかね、そういう形で,ですね、政策にね、思いをいていきたいと思います。今日もですね、ずっと写真のまあ撮影して、まあデータをですね、写真のデータをパソコンでいろいろちょっとね、一枚ずつ。 その時間がね,あの、まあすまあ、ねもうその時間も、まあ、作品作りの一つなんでね、うん、楽しみにしてますけどねこん,こんな感じでねあの撮影してねで今日はねあの肉の日やなあということでね、えー、今日は肉を食べてねスタミナでもつけてもらえればと思いますけどね。 でまあ,あ肉っていうか、まあ、僕の場合はねこう仕事こう職業はこう肉,じゃ肉じゃなし肉肉の上面の皮をね皮ですよレーザーっていうかね。でまあマイブームなで昨日もね、えー、昨日の放送ではあのおパンプスとかそういうあの高級パンプスいかな高級言葉はなんかあのちょっと昭和的な感じやけど、まあ、ハイブランドとかハイクラスなね感じのおラグジュアリーな。えー レザーを、ね、カーフとかあまああと子羊 <laughs> 子羊ったらいいかいシープというかねあの,のレーザーの特殊なねあのド,レスドレッシーな感じの加工したものをね <laughs> マイブームやって、えー、伝えましたけどねでまああと、まあ、ずっとマイブームうちゃマイブームなんですけどもあのこれですね、えー、ワニ川のね、えー なんていうのこう僕らベルトっていうちょっとこれかなり通常あんま見るよりもものよりもですね正直でかいですけどねあ,のあんまりお目見えしないような部位なんですけどねこっちこっちのがもう大きいかなクラウンでねこの,このワニの,あの要は頭のところというか僕はもうこのこのややこしいなこのえこの大きい方大きい方ね アキハ。こここれまあまあまあでかいです。これ長いですね。ええなんどれぐらいあるんやろうな。僕の身長ぐらいあるんでしょうね。うん。ワニベルトですよ。んでまあまあ太いしね。うん。 これまあまああ一目惚れで、まあなな、何かに使えるやろということでね何かに使えるってなんかちょっとあの変えへんけどもうまあ何でもこう,こういうのもね、出会いなんですよね行った時に「おこれええやん」ってなんかもう魚屋さんでええいい魚があったらそれをね、大将<の>入れてあのこれって言ってねあのそんな感じでねまあ、まあ、当時。 このようにまあちっちゃいねものはあちっちゃいでもまあまあな大きさですけどはわりかしえこれまでもねえ作品にえ盛り込ませてもらってますけどねこ,これを使ってねのっていうのはさすがにえねあのこれはもうクラウンっていうんですけどねここのこのクラコダイルのねここがねえまあポイントなんですけど。 僕個人的にはこ,こ,このこのこの辺かなあのまあここが多分目,目のワニの目,目の具合のところですねでこの辺ぐらいのねこのこのイボイボっていうかこれね実際に見ていただいたらもうまあまあまあなこう見てると大概でかいですよねうんでこの,この首のこの太いねこのここまでここもまるでクラウンガのようなねこの 感じね、マイブームと <laughs> いうか、まあまあ、ワニ側が、まあ、ずっとマイブームなんですけどこれはねあのカットしていろいろ使うっていうのは非常に、えー、もったいないなとしこれはなるべく丸々,丸々,丸々一本で、えー、なんかこうダイレクト何て言うのな,うな,うなボリューミーなっていうかあ作品をね、えー、生みたいなと思いますねこ,のこれはまあ尻尾の方ですね。 この,この具合が好きですね。このなんかこう？sfx 映画に出てきたのね。あのー、かつてあのー、この部位のこの部のね。付いてるのは結構ね。珍しいんですよ。実は、うん、意外にね。この辺はね。もうぶった切ってね。あのー。 市場に並ぶことはないですけどあの販売あの仕入れ先ね仕入れ,仕入れのとこでですね大体、ね、先端はあないですねここまでぐらいが飲むんですねこれはあのもう竜の,のように <laughs> ねあのこれ前もねこれ一本あったんですけどでその時はね あの財布お財布の、えー、レザーウォレットのですね、えー、ウォレットチェーンでね、えー、この部分をね <laughs>、えー、使いましたね、うん、もうほにまにあの世界で一つの、ね、エキゾチックレザーっていうかねこのおフロコダイルのねまああの要はこ,こ,これはもう背中の部分だけなんですけどこのお腹のところと手とかね腕のおね ところがまた,またあのなんていうよくバッグでねえ使われてますよね婦人,婦人バッグとかあとまあ,あ黒子のえシャツかなレーザーシャツえっとね大体もう300万円以上するかな一着ね大体それぐらいのうんにまあこれねクロコダイルも一匹じゃできないんで。 うんねまあ、今あのここには映せませんけどお、ね、あのお預かってる、ねあのえー、ダイナミックな4メーター以上ある <laughs>、えー、アリゲーターがね、あのー、コロンとしてますけどね、まあ、こんな感じで、あのー、毎分、まあ、ずっと、ね、やっぱ好きなっていうか,なんかちょっと特別な時なにいう感じの,、ね、この僕の顔ぐらいありますよ。 ぐらいですよ、これこれ今までね, <laughs> ねまあこれがねえーまあなんていうのものすごい大きいバッグに使うかまあねこのギターのストラップなんか最高でしょうね <laughs> レンジクラビッツがねこんな感じでね使ってますよねえーとそんな感じでえまあ 今日は、まあ、日曜日ですね。本当あとまあ僕も個人的にね、えー、今日89回でしょ。明日で90回ですよ。あと11回でこんこんこれを言ねあと10回そこらでですね100回ですね。ま,あ、まずね僕は100回まではがんあの毎日配信してみようかなとい,いう気持ちがありましてね。 でまあ、それで第1回目からずっと探り探りでですね、えーまあ、ご挨拶がてらというかね感じで、えー、告げさせてもらってますけどね、うん、まあ,あのこういう感じで何、えー、ていうんですか制作の合間合間でね、えー、またこうやって、えー、今後もね、えー、なんかお話できたらなと思いますしそれと何ていうんですかねこれもリアル,リアル,リアルで。えー 配信してるんで、なんか例えばもコメントとかでね、もしいただければ質まあ、質問でも何でもいいですよお。なんか聞いてみたいなっていうこととかね、うんあのー、そんな気がはるようなあ, <laughs> あキャラクターでもないですしね、うんなんかこうみんなでこういろいろシェアしながらですね、なんか面白いことができていったらなと思いますね、今後もね。まあ、そんな感じで、えー、今日はですね。えー 日曜日の緩い配信ということですね、えー、ちょっと、まあ、ワニがワニの皮でですねあので、えー、お話をねさせていただきましたでまたあ、ね、来週からもね11月末日そして12月ね、えー、元気でまいりましょうそれではまたお会いしましょうねボビーでしたじゃあねバイ